この番組は内山安藤のちょっと立ち話ナイト e-wave の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話ナイト、皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤瑞希です。この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人が e-wave を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。ちょっと立ち話しないと第67回が始まりました。イエイイエイイエイ。いや、前回の覚えてます？はい、ジングル覚えてます？覚えてますと、問題作。あれ、なんか前聞いたことないって言ったやつあれすっごい気になったから調べました、うん、あ、何の回でした？あれね、うん、第52回なんですよ、多分。はい。この時も、実は、月とうさぎのノクターンっていうタイトルをつけてて、うさぎでお願いしたんですよね。だから、被っちゃった。なるほど。まあ、うさぎって。そう、うさぎをね、ちゃんと守ってくれたということですよね。そうですね。私の中のうさぎのイメージが、それが強すぎるっていうのが。そうだね。ちょっとありますね。やりたがり。いや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 。まあね、ちゃんとね、もう求めたキャラクターとね、また、まあ、同じものじゃ出してくれたということでね。さすがですよ。それを求められてたかどうかはちょっとわからないですけど。いやー、でもそれで言うとね、あんちゃんのうさちゃんもなかなかだったですよ。う言ってるやつ。もう完全にもうなんかね、どもり方がね、プロでしたよ、なんか。素晴らしかったですね。いや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 、そんな褒めても何も出ませんよ。まあね、そういう風にさ、うん、こういろんなジングルを作ってって、はい、たまにね、CM を作ってるわけじゃないですか。はい。12月はね、ちょっと気合い入れて作りましたね。いやー、そうですよ。これは、ちょっと、このままね、この前でこう話すボリュームじゃないと思うので、うん、いいですか？いろいろ聞きたいことがありますから、その作成秘話だったりとかね。全然いいですよ。はい。では、皆さんも気になっているであろう。12月の CM の作成秘話だったりについてをいろいろ聞いていきたいと思います。はーい。はい、それではこの後も引き続き私たちのフリートークをお楽しみください。よろしくお願いします。内山安藤のちょっと立ち話しないと。さあ、じゃあね、せっかくなんでね、うん、12月はね、CM の話をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず、うん、そう、聞きたいのが、その、いつからそうしようと思ってたのかっていうところなんですよ。まあ、まだね、見てない方がいらっしゃったら、もうぜひとも、ここで一時停止をして、見ていただきたい。一時停止をして、見ていただきたいんですけれども、ね、なんて言うんですか、あれ。ああ、ノベルゲームみたいなやつ。ノベルゲーム、そう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 。こう、キャラクターがこう画面上にこう出てきて、うん、まあ、会話してるキャラクターが出てきて、下にこう、テレレレレレみたいなこう、文字がポポポポポって出てきて、下三角のマークが出てきて、それを押すとまた次に行くみたいな。あれを、ああいう形にしようって思ったのは、うん、いつなの？その、なんだろう、どこから喋ったらいいのかな、みんなは気づいてるかな、そのシリーズものになるときに、うんうんうん、割とこう、ジングルがこう、ちょっと関連づいたものが、こう、つながってるところから行くじゃないですか、大体。まあね。傾向として、最近の傾向としては。ね、最初からじゃなかったけど、うん、そうそうそう。で、なったときに、その前回のお話は、そのシリーズになったときに、うん、もう、CM を作るってなったらこうしようっていうのを決めてたの？いや、全然。あ、そうなんだ。あれは、うん、いつも通り画像を探していた時に、うんうんうん、いやー、画像見つかんねえなーと思って、うん、外国風の庭園の画像がたくさん欲しかったわけだけど、うん、ピンポイントでそういう画像がなくて、あー、なるほどね。やばい、みたいな。そうか、その今までの CM だと、うん、こう、なんていうか、そのイメージのこう写真をこう、そう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 、あ、挿絵だね、小説の挿絵みたいな感じ。ああ、まあそうね、それに近いかも ね、うん、うん、物語がのなんかこう場面ごとにこう、うん、切り替わっていくみたいな感じでね、そうそう、作ってくださってますけれども、
そっか、それで言うと確かにいろんな素材が必要だもんね。そう、欲しいんだけど、もうちょっとあまりにもピンポイントすぎて、うん、で、しかも冬だし、うん、冬の庭園の写真なんてみんなないよ、みたいな話に、ね、気づいちゃったわけですよ。うんうんうん。なので、これはこのままではやばいなと思って、ちょっと違うものにしようって思ったんですよね。うん、うん、うん。で、その結果、今回のやつって、まあ、ほら、またいつもとちょっと違って、アンケートでキャラクターを決めたじゃないですか。うん、そうだよね、そうだよね、うんうんうん。もともとね、この4つのキャラクターを事前に出しておいて、うん、その中からどれがいいですかっていう、こう、アンケートを取ったんですけど、うんうん、あの、1個目がお姫様と王子様。うん、2個目が庭師とメイド。うん、3つ目が家庭教師と坊ちゃん。うん、4つ目がお嬢様とシェフっていう、この4種類の中から選んでもらって、まあ、選んでもらった以上、せっかくだから特別なことするか、っていうんで、うんうん、あの携帯を思いついたわけですね。なるほど。うん、そうだったんだ。じゃあもう、結構キンキンでもう、根詰めで、2、3日とかでバーって作っちゃった、ね。あ、そう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 。私はね、この裏というか、わかるので、うん、いつ撮ってとかっていうのがわかってるけど、うん、めちゃめちゃだから、ハードスケジュールだったんじゃない？その、作成的に言うと。まあ、そうだね。そうだけど。ね。まあ、ぶっちゃけさ、結構、撮ったのギリギリじゃないですか。うんうんうん。なんですけど、その音を撮る前に、もう無理だなって思ってたから、うん、事前にこのキャラクターを作ったりとかはしてたので、うんうんうん、実際に制作してた時間は確かに2、3日かもしれないですけど、うんうん、その前準備が、まあ、結構やってたかなっていうのはある。なるほどね。そうそう。まあ、これはね、その完全にこちら側のあれなんですけれども、私がちょっと幼女になれない時期がありまして、ね、それでちょっとね、ご迷惑をおかけしてしまってね、本来だったらね、もうちょっと、まあね、もしかしたら内容も違った可能性もあるもんね。そうだね。そう、だってもともとは本当はクリスマスに出せたらいいなと思ってたものだから、うん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 、どうしようかな、クリスマス。終わっちゃうなーって思いながら、私はほら、スクエニカフェでパンケーキを食いながら、どうしよっかなーつって、すごいのんびりしてた。懐かしいですね。そっかそっか。まあ、あとあれですね、今回は、その、他のキャラクターたちと、もう全員関連付けてやろうと思って、作ったってのがある。うんうんうん、こう選ばれたのは、だからお嬢様とシェフだったけど、うんうん、選ばれなかった人たちも、一応この作品の中に出てきているわけですよ。そうだね、出てきてるね。それはでも、気づいていらっしゃると思います、見てる方は。マジで？それ気づいたらすごいけど。嘘！わかると思うけどな。わかってくれると思うけどな。まあでも、庭師とメイドはわかりやすいですよね。そうだね、そうだね。あ、そんな名前だったんだって私も思いましたけど。うん、私も脳直でつけました。うん、エドガーと。アンね。アン、そうそう、アン、アン。で、お嬢様の言ってたお姉様っていうのが、うん。1回目のお姫様と王子様の話ですね。そう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 。実際は、だから別にお姫様ではなく、お嬢様なんだけど、うん、憧れの王子様と結婚したので、結果お姫様になりましたっていうつながりをつけました。すごいよね、本当に。で、家庭教師と坊ちゃんは、これからお嬢様が出会う未来の旦那様ですよ。はい、あ、そうなの？そうです。あららららららら。ら、もしかして、じゃあ、続きが、あるやないや。いやー、どうかなあ、でも、この CM に関して本当に、安藤大先生の、気分次第かな。気分というか、その、なんか作成意欲が第一なので。まあ ね、それがないとね。そう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 。そう、あ、これはいいみたいになったらもしかしたら。うん。ただ、ここで問題があるとしたら、うん。ぼっちゃんもつかさちゃんがやってるんで。確かに、そうだ。ぼっちゃんとお嬢様、どっちもつかさちゃんなんだよな。だからそれは、それは、そこに行く前に、逆バージョンというか、こう、違うバージョンでやらないですね。面白かったですね。いや、面白かったよ。いや、だから、そう、この家庭教師とぼっちゃん出せなかったけど、うん、この裏設定を考えているのが、だから楽しかった。うん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 、だから、あの CM で言うと多分、あ、お嬢様きっとこのシェフのこと好きになるなっていう雰囲気感を出しましたけど、うんうん、実際はそうはならない。いや、でも、なんかそんな気はしましたよ。あんちゃんが作る物語だから、それでここがっていう風にはならないだろうなとは思いました。うん、そう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 。うん、ただ、お嬢様は割とシェフに憧れます。理由は、そのシェフと、お姉ちゃんの王子様とちょっと似てるからです。はあ、なるほどね。そこで重ねちゃうわけだ。そう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 、裏設定がございます。面白い。でしょ？
いやー、なるほどね。いや、なんか今すごい映画のパンフレット見てる気分。あ、なるほどね。作成秘話とか。楽しかったです。いや、楽しかった。楽しかったし、何より、うん。私自身、その知らされてないというか、知らなかったので、そうなるってまあ、こそうと。だそうよそうね。そう。それはもうそうだよね。時系列的にもそうなんだけど、なので、びっくりしました。へ？と思っいて。やー。高田の奈々ちゃんがね、その同じアーリーウィングの高田の奈々ちゃんがインディツで言ってましたけど、本当にこれを自作でね、あんちゃんだけですよ、だからもう作成に関しては。そう。で、やるレベルじゃないよって言ってて、本当にそうと思って。いやー、褒めてくれて嬉しいでいや、すよ素晴ね。らみんなしもっと警察にい。褒めてほしいんだけどな。かつ、奈々ちゃんが立ち台を見ててくれてるのが嬉しいよね。あ、嬉しい。わかる。嬉しい、嬉すしい。ごい気にかけてくれるの嬉しい。ねえ。そう。じゃあ、まあ、また機会があったらやりますけど、いやー、結構楽大し変なんみ。で。いやいや、そりゃね、大変なのはね、すごくわかります。わかりますっていうか、やってないからね、100理解してないけど、めちゃめちゃ大変だよ。いやー、本当にありがとうございます。素敵な作品を。もうね、あれは CM とかじゃなくて、もう作品です、あれは。一個の。もう。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ、なんか、やりたいネタができたら教えてください。あー、了解了解。割とストーリーありきでキャラクターをお任せしてしまうので、そうじゃなくて、司ちゃんのこういうキャラをやりたいんだ、みたいなのがあったら、それに基づいて作りたい、というのもありますんで、おー、なるほどね。ネタをください。了解です。はい。ちょっといいアイデアが出せるように、頑張ります。ありがとうございます。お待ちしはい。ております。私 のかしこまり創まし作た。心をくすぐってくれるようなネ タを、くすはい。ぐ。司ちゃんをはじめ、聞いていただいている皆さんからあ、も、いつぜでひ、もお待ちしておおり待まちすしのておりで。ます。よろしくおは願いい。しよまろしくお願いします。では、今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。す。ありがとうございました。内山、安藤の、ちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しないとエンディングのお時間です。この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いてほしい話、そういえばさあでは私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は eWeb 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言をアップ予定ですのでお楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましては、すべてツイッターの方でご案内しておりますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。はい。さあ、というわけで第67回のちょっと立ち話しないとだったんですけれども、今のお巫女さん私好きだったんですけど、なんか であれでも巫女さんの話か。巫女さんの話っていうか、巫女さんの話じゃなくてもいいんだけど、今のあんちゃんの巫女さんが出てくるやつ なるほどね。いや、これはじゃあそう、もう絶対あれじゃん。今の巫女さんが出てくるやつと、前回の司ちゃんのうさぎちゃんが出てくるやつやじゃん。ばいやばいやばい。それは どうこなんれだどうなろるんう。どだうろうなんだね。ろまあ、こう今まで通りの1分 CM だったら、それでワンチャンいけるんじゃないかっていう感じがするんで、まあ考えてきますう。あね。りがとうございます。ちょっと今のあんちゃんの巫女さんがあまりにもドストライクだったもんで。司ちゃんのストライク、なんか広くない？広いっていうか、私のストライクゾーンでバラバラなの。なるほどね。そう。なんか、一箇所にないのよ。あー、わかるわかる。だけど、今の感じで、例えば、生徒会長とかだと、それはちょっと違うってなるの。なるほどね。今のの巫女さんがすごい良かったの。なだるほから、どね。そこに私もストライクゾーンがあると思わなかったのよ。うーん。投げてみたら、そこがストライクだったの。発見発見。いや、大事よ。だからその巫女っていう、このイメージもすごい重要だってことですね。やっぱキャラクター性も重要ってことですね。OK。考えます。ぜひお願いします。はい。創作意欲が湧いたら、ぜひお願いしはます。ーい、了楽しみにしてま解です。す。それでは、は本い。日の放送はここまで。また次回お会いしましょう。お相手は内山司と、安藤瑞希でした。それでは皆さん、解散。さよなら。バイバーイ。この番組は、内山安藤のちょっと立ち話しないと、eWave の提供でお送りしました。